茶室のことを知りたい、デザインしたいという人が多いんじゃないかなと勝手に思って、知っとこ見とこ茶室5選、数ある茶室の中からこれだけはぜひという茶室を5つ選んで紹介します。今回は5選の4つ目、小堀遠州の某選です。大江広志と丹下健三、この2人大学時代の同級生で、共に昭和、戦後日本の建築を牽引した建築家でした。大江広志が丹下健三と自分の違いについてこんなことを言っていました。例えばアーチを描くとする、丹下君はアーチの線をしっかり引き切る美しいアーチを描く、僕はアーチの線を途中で止める、引き切る体力がない。体力がないというのはもちろん大江広志の冗談。この話が面白いのは、アーチの線という非常にシンプルな話で、大江広志と丹下健三の建築の違いを分かりやすく示しているところにあります。誤解を恐れずに今風の言葉で分かりやすく言うとすれば、インスタ映えするかしないかに対する意識のお話です。大江広志にとってインスタ映えするかしないかということは建築デザインの中心にはありません。丹下健三にとってインスタ映えするかしないかは建築デザインの中心にあります。途中で止めてしまう大江広志のアーチより、線を完全に描き切る丹下健三のアーチの方がインスタ映えはしやすいと思います。機能的なものが美しいのではない、美しきもののみ機能的である、そういう言葉を丹下健三が残しています。大江広志はそういうことは言いません。建築に対する美意識の置きどころが大江広志と丹下健三は少し違っていたようです。某線を作った小堀遠州ならどんなアーチを描くでしょうか。おそらく丹下健三に負けず劣らず美しく洗練されたアーチを描くと思います。丹下健三の建築のように小堀遠州の某線ほどインスタ映えする茶室はありません。遠州は茶室以外にも建築や庭園をたくさんデザインしているんですが、非常にインスタ映えする絵になる作品が多いです。意図してそういうデザインをしていたと思います。某線といえばこの障子、この構図、絵になる美しいデザインです。茶室を超えて洗練された日本の美が凝縮されたような一つの景色を作っています。某線は京都にある臨済宗の大寺院、大徳寺の塔頭の一つ、古法庵という寺の一間として設けられた書院の茶室です。床の間をつけた9畳に3畳をつけ足した座敷です。残念ながら現存する某線は江戸時代の復元です。遠州が作った某線は火災によって焼失してしまいました。ただ松平武米という非常に優れた大名茶人がいたんですが、その方の復元なので遠州の本質はきちんと復元されていると思います。某線のある大徳寺の古法庵、基本的に非公開です。何年かに一度の特別公開か、特別な許可をもらって拝観することはできますが、なかなか難しいです。でも拝観を制限することで古法庵の建築や庭園、極めて良い状態を保っています。実際に訪ねてみると分かりますけれども、古法庵、恐ろしく美しいお寺です。某線はどこを切り取っても絵になります。今風に言えばインスタ映えのシーンに事欠かない茶室です。茶室建築5選ということでお話ししていますけれども、どの茶室と比べてもインスタ映えする茶室、それが某線だと思います。小堀遠州は某線以外にもたくさんの茶室や書院、庭園などを手掛けています。遠州が好んだ茶碗などお茶道具もたくさん残っています。どれをとっても形、姿、景色に洗練された美しさ、遠州の美意識を感じさせられます。綺麗錆という言葉があります。
遠州本人の言葉ではありません。遠州よりずっと後、大正時代頃から遠州の美意識を表す言葉として作られて用いられるようになった言葉です。綺麗というのは美しいこと、清潔なこと。防戦に代表される遠州のデザインはとにかく綺麗で美しいです。綺麗錆という言葉で評されるようになったのは大正時代以降のことなんですが、いつの時代も誰が見ても遠州のデザインは美しさが中心に置かれている、そのことが感じられるということを綺麗錆という言葉は象徴していると思います。その遠州のデザイン、美意識を象徴しているのが防戦のこの障子、この景色です。上半分を障子として下半分を吹き離しています。この障子自体が美しいのはもちろんなんですけれども、景色の上半分を障子でカットすることで室内から見える灯籠と筑波絵を置いた小さな路地を美しく際立たせています。この障子は単に美しいだけでなく機能も持っています。軒に吊るされたすだれのように西日を遮って茶室に入ってくる光をコントロールしているんです。さらにこの障子、中に入る客に頭を少し下げてくぐらせます。駒の茶室に設けられるにじり口という考え方を広間の茶室で形にした遠州の工夫です。障子は茶室とか書院とか和室で当たり前に使われています。日本の茶の湯のわびさびを表現する要素としていろいろな形で使われています。障子はわびさびの美を表現する要素の一つと言えます。その障子を小堀遠州は防戦で独自の美意識でデザインしました。防戦の障子は障子というわびさびを表現する要素の遠州による洗練だと思います。わびさびの美の洗練、ちょっと言いにくいのでわびさびの美をわさびと勝手に省略します。わびさびの美、略してわさび。わさびへのこだわりと洗練こそ小堀遠州の茶の湯の本質であり、その結晶が小宝庵防戦なのだと思います。